皆さんこんにちは。勝手に仕上がれって活躍した歌手沢田研二の命に関わる難病の現在、今日は沢田研二さんのことについて紹介します。まずは沢田研二さんの経歴とプロフィールから紹介します。沢田研二、歌手、俳優。1948年6月25日生まれ、鳥取県出身。ニックネームはジュリー。由来は沢田本人が女優のジュリー・アンドリュースのファンだったため、妻は女優の田中優子、前妻は元ザ・ピーナッツの伊藤恵美。1967年、GS バンドザ・タイガースのリードボーカルとしてデビュー。1971年、バンド解散後、同年、君を乗せて、でソロ活動を開始し、数々のヒット曲を放つ。1977年、さよならを言う気もないでは、金色のキャミソールという衣装でテレビに登場。同年5月に発売された勝手に仕上がれは、ソロとして4曲目のオリコン1位を獲得。5週1位を保ち、89万枚を売り上げた。曲中にかぶっていたパナマ帽を客席に飛ばすというパフォーマンスは、子供が学校で真似をするほど大きな話題となった。この曲で第19回日本レコード大賞を受賞。受賞シーンでは萩原健一や岸辺一徳などのザ・タイガース PYG 時代からの仲間が駆けつけた。レコード大賞で歴代最高視聴率の 58% も記録。その他第8回日本歌謡大賞視聴率 46.3% など、同年の主要な賞レースを独占した。70年代から80年代の日本のトップミュージシャンとして活躍する。1979年には映画「太陽を盗んだ男」で主演を務め、第4回報知映画祭主演男優賞を受賞。以降、歌手の傍ら俳優としても映画、舞台と幅広く活躍。ザ・ピーナッツの姉の伊藤恵美さんと最初の結婚をした沢田研二さん。この時に子供を一人授かったと言われていますが、実際には子供の存在の噂しかなく、本当にいるのかどうかもはっきりとはしていません。ただマスコミの取材によると、息子がいることが判明しています。その息子は1979年生まれで、沢田ひとりさんという名前のようですが、ネット上には沢田研二さんの息子沢田ひとりさんを表すような画像や情報は上がっていません。この理由として、沢田研二さんの息子の沢田ひとりさんは芸能界にはデビューしておらず、音楽関係の仕事をされている一般の方とされています。そして公表されないのは、息子に何らかの障害があるのではという噂もありますが、こちらも確定的な情報ではありません。またその逆に、すでに芸能界で活躍しているとも言われています。その息子とされる方が沢田雅人さんという人物です。沢田雅人さんは歌手をされていて、沢田研二さんの息子ではないかという噂があるようです。確かに沢田雅人さんは沢田研二さんに似ており、沢田ひとりが沢田雅人と改名した可能性も考えられます。しかしこの沢田雅人さんは息子さんではないようで、あくまでも噂のことだったようです。このように沢田研二さんの息子さんの情報は、さまざまな憶測が混じっているようで判断がつきませんでした。今後、息子がどのような人物なのか分かることを期待しましょう。奇抜な衣装に身を包み、妖艶ともいえる沢田研二さんの存在は、まさに時代のアイコンでした。しかし、時代とは残酷なものです。さすがに時代の波が過ぎ、女優田中優子さんと結婚してからは、テレビに出ることも久しくなり、沢田研二さんは、昔の面影が全くわからなくなるほど風貌が変化し、その辺の中年のおじさんと同じく驚くほど太ってしまいます。さらに年を重ねたことにより、全くの別人に。全盛期の頃、当時では革命的なメイクとそのビジュアルが印象的だったことにより、この変貌にはかなりショックを受けます。しかしジュリーのファンはザ・タイガース時代からの熱狂的ファンが多く、沢田研二さんがひとたびコンサートを開けば今でもホールが満席になる人気ぶりとのこと。そして自身のコンサートではかなり自由に振る舞っているようで、 MC ではさすがに団塊の世代らしく、結婚時事問題に触れることが多い様子。そんなことから、嫌なら帰れと観客を怒鳴りつけ、会場が凍りつく事態になったことも。そんな沢田研二さんですが、昭和の頃から比べれば
体重は倍近くになっていても、その歌声やステップは変わらず、親父の色気にあふれています。沢田研二さんも、もうすぐ70歳です。確かに昔のジュリーのイメージから思うと、別人のような風貌と激太りでショックを受けましたが、年齢と今までの苦労を考えると、素敵に年を重ねてきたと言えるのではないでしょうか。そして年を重ねたことにより渋い男性へと変化し、一層魅力を増したダンディーな沢田研二さんは、これからも輝き続けるのでしょう。沢田研二さんの現在の妻は、7歳年下の俳優、田中裕子さんです。田中裕子さんとの結婚は1989年で、沢田研二さんにとっては再婚でした。二人の間には子供はおらず、二人きりで、現在も夫婦仲睦まじく暮らしていると近所でも評判です。音楽業に打ち込む沢田研二さんと俳優業が順調な田中裕子さん、違う業界で夫婦それぞれ活躍し続けている夫婦二人、沢田研二さんも家事を手伝っているそうなので、お互い協力し合いながら夫婦円満で暮らしているのですね。沢田研二さんは田中裕子さんと結婚する前には伊藤恵美さんと結婚していました。伊藤恵美さんは実の妹である伊藤由美さんと双子デュオザ・ピーナッツとして人気を博しました。代表曲に恋のバカンス、情熱の花、モスラの歌などがあります。沢田研二さんと伊藤恵美さんは7年間交際して1975年に結婚、1979年に出産し息子を設けました。沢田研二さんと伊藤恵美さんは1986年に別居し、翌年1987に離婚しました。沢田研二さんと伊藤恵美さんの間に生まれた息子は現在では40歳になっている計算になります。沢田研二さんは先にも書きましたが、毎年新譜を出してコンサートも毎年実施していますね。このためにはいろいろな準備が必要なわけです。そして歌手としての今までのレベルを保つためにかなりの努力もしているでしょう。コンサートに行ったファンの方がよく言っているのが、声が進化したとか、声量が半端ない、エトセトラ。特に太ってからの低音の重厚感は増したのだそうです。低音の色っぽい響き、美声も全く衰えてはなく、しかもステージ上を動き回る元気さも、時々腰をかがめて疲れたポーズを取るのもご愛嬌。しっとりした曲もハードなロック調の曲も歌いこなす。そしてよく言われるのが、歌詞の字幕がいらないくらいの発音の美しさです。若い頃からそういうものを大ごとにしていたのですね。ジュリーが毎度と言ったら、おいどと客席側が返すのもお決まりのようです。毎度おいどというのは、横山プリンという大阪の芸人さんのネタから来ていますね。新型コロナウイルスが出現したのが2020年、感染力が半端なく姿の見えないものに怯えましたね。この年芸人の志村けんさんがコロナ感染による肺炎で亡くなりました。これにより志村けんさんの代役として沢田研二さんの名前が挙がりました。志村けんさんとはドリフターズのコントでしょっちゅう共演しましたね。当時の志村けんさんは毛量もあり長髪だったので風貌が似てると言われていました。志村けんさんとは50年ほどを互いに認め合ってきた盟友、そして菅田将暉さんと共に主役を務めました。若き日の郷を菅田将暉さんが、後の郷を沢田研二さんが演じました。山田洋次監督は沢田研二さんがこの仕事を引き受けるにあたって相当の覚悟だったんだろうと。また菅田将暉さんはものすごく集中されていて、誰も近づけないような空気があり、その姿を見ただけで沢田さんが望む思いがあふれていたと感じていたようです。沢田研二さんは志村けんさんの思いを一緒にこの作品に取り組んだのですね。志村けんさんは喜んでいらっしゃることでしょうね。沢田研二が再び注目されている、いやもう再びどころではないか、3度4度時代が彼を呼ぶ。2022年末からはツアー、まだまだ一生懸命パート2がスタートし、2023年6月25日にはツアーファイナルバースデーライブが開催される。それに先立ち6月13日に BSTBS で放送された特別番組、沢田研二華麗なる世界永久保存必至ヒット曲大全集は1970年
1980年代のヒット曲が全24曲流れ、ツイッターでも沢田研二がトレンド入り。映し出される若き日の沢田研二はギョッとするほど美しくドラマチックであった。彼のニックネームジュリーはテレビ全盛期の昭和時代、エンターテインメントの扉を開く暗号のごとく歌、演技、ファッション、あらゆるジャンルで躍動していた。1960年代後半は GS ブームを牽引するバンドザ・タイガースの王子様。1970年代初めは危険な妄想の恋人、1970年代半ばはフラチでキザな男、1980年代は時代に輝く未来へのナビゲーターとして、またある人はドラマ悪魔のようなあいつをはじめとした俳優ジュリーを思い浮かべ、音楽通話ザ・タイガース解散後に結成したバンド PYG の存在感を力説する。そして今彼はテレビから離れライブ活動を精力的に行い評判も高い。そんなジュリーについてザ・タイガース時代からの盟友岸辺一徳は前出の特番でこう表現していた。ジュリーに負けなかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。沢田研二。